眠いな。よし、授業始めるぞ。今日は中学の復習だ。大井松を寝るな。だって眠いんだもん。じゃあ、本能寺の変を誰が起こしたのか、黒板に書いてくれ。はい。誰だったっけ。まあいいや、適当に書こう。書けましたよ。正しくはこうだからな。みんな覚えておくように。では授業を始めます。七瀬、何やってんだ。うるせえババア、今作詞ミューやってんだよ。ババア、ババアですって。スマホは没収です。他の人も見えてますからね。佐久間、白崎、お前らは何してた。 YouTube 見てただけだよ。ふふふ、私も触ってたけど先生気づいてない。先生、葵ちゃんも触ってます。しまった、つい声に出てしまった。三原も触ってたの知ってるからな。げ、なんでそれを。もういいです、皆さんスマホ出してください。没収します。デチャパイババア、教師さらしな。黙りなさい。今日は授業しません。皆さん勝手にしなさい。もう知らないですからね。それじゃ。おい、お前らどうするんだよ。そうよ、授業止まったらテスト受けられないじゃない。成績落ちたら親に怒られるんですけど。謝りに行った方がいいんじゃない。本当にありえない。そもそも七瀬が悪いんだろ。そうざますよ。白山さん、どうする。皆さん、この問題をどう解決するか考えるザマス。何か意見がある人は言ってください。ザマス。元々の原因の人がいけばいいと思います。私もそう思います。では決まりザマスね。他に意見は。おい待てよ、原因は俺だけじゃないだろ。じゃあ他に誰がいるんだよ。宮波たちだって携帯触ってたんだろ。な、何よ、私が悪いの。ふい、ひどい。でもさっき成績がどうかって言ってただろ。つべこべ言わず早く謝るザマス。おい、お前ら何騒いでんだ。で、さらしな先生は。あ、先生ザマスか。実はザマスね。わ、お前ら何やってんだよ。とにかく静かにしてろ。今は授業中だ。あと踏みつ椅子の上に立つな。どうするのよ、先生怒ってるじゃない。もうわかった、俺が謝りに。それだったら佐久間だって行くべきよ。わ、なんでだよ、俺には関係ないだろ。何を言うザマスか。あなたも携帯触ったの事実ザマス。わ、わかったよ。ところでお前、さっきからザマスザマスうるさいんだよ。なんとザマス、力ずくで止めて差し上げましょうか。やってみろよ。私の力で退学にしてやってもいいザマスのよ。そんなことできるわけないだろ。だったら決着をつけてあげるざます。望むところだ。かかってこい。おい、お前ら、俺に責任押し付けるなよ。ち、お前ら、さっさと行けよ。ゆいちゃんダメだよ。キャラ崩壊しちゃう。おい七瀬、さっさと行くぞ。一番悪い七瀬が行けよ。そうだそうだ、早く行けよ。てめえらさっきからうるせんだよ。あん、やんのかボラら。やってやるよ。私がお前に負けると思ってんの。明智光秀を風致光秀って書いたやつに言われたくねえよ。お前なんかより成績はいいんですけど。へえ、そんなこと言うんだ。あの件バラしてもいいんだけどな。わ、わかったよ。ごめん、だから言わないでくれ。俺が全て悪かったよ。だったら早く謝りに行け。皆さん、授業中断させてごめん。今から3人で謝りに行きます。てめえらいい加減にしろ。さっきから聞いてれ、しょうもねえこと言ってんじゃねえ。てめえら3人で行ってこいや。はい、わかりました。葵ちゃん大丈夫。うわーん、なんでね。え、葵ちゃん。葵ちゃんに騙されたってこと。葵ちゃん、嘘泣きってどういうこと。だって泣いたらあいつ謝ると思ったんだもん。騙すつもりはなかったもん。ひかりちゃんごめん。まあ、ゆいちゃんとあいつみたいに
争うわけにはいかないから許す。謝りに行ってきたんだけどさ。あなたたち本当に謝りに行ったの？帰ってくるの早すぎでは？本当にお前うぜ。その謝りに行ったんだけど。はっきり言わないとわからないざます。今は授業中だから帰れって言われたんだよ。後にしろだってさ。授業終わったざますよ。次体育だよ、早く行かないと。お前らよく聞け。さっきさらしな先生と話してきた。今日のことはなかったことにするそうだ。とりあえず次の準備しろ。1年1組七瀬くん、すぐに職員室へ来なさい。はあ、なんで俺だけ。いいからさっさと行け。もうわかったよ。だから誰か体育をくれるって言っといて。今から授業を始めるが、その前に話があります。お前たちさっきの授業で先生怒らせたそうだな。さあどうぞ皆さんご自由に携帯触りなさい。ちょっと待てよ、私は関係ないぞ。さっきの原因はすべて七瀬です。あなたも授業中言い合ってたって聞いたけど。それは七瀬が悪いからです。社会の時間寝たんだってな。ぐって、なぜそれを。担任から聞いた。まあいい、今日は2時間体育あるから球技大会の競技を決める。お前ら真面目にな。はい、お願いします。今日はドッジボールとサッカーをする予定だ。では初めにドッジボールをします。何か提案は。男子と対決したいです。例えば。対決をして男子が勝てば球技大会はサッカー、女子が勝てば男子はドッジボールになります。でも私たちはどちらも負ける気はありません。わかった、とりあえず準備して。さあやりますか。かかってこい、作戦会議だ。相島くん頼むよ。え、そうだそうだ。雄大くん、私を騙した罰だ。絶対負けないから。相島頼むよ。相手の裏を返すんだ。イケメン太一崩壊ってか。お、オラおめえら、今から全滅させてやる。上等だ。かかってきやがれ。さあどうなるか、楽しみざますね。ホールドクキノコメ、一番に当ててやる。この俺様が君たちに負けるとでも。お、いいぞ相島、もっと言え。嘘だろ、相島だけしか残ってない。ああこんなの1分あれば十分さ。なんで俺が、この俺が負けるなんて。さああなたたちどうする。降参でもいいのよ。すみませんでした。許してください、お願いします。はつきどうする。今回はいいけど、女は強いということをよく覚えてなさい。ねえ、私そんなことできないよ。大丈夫だよ。本当に大丈夫。うん、じゃあこうしよう。了解、絶対発動。何もなかったように振る舞うこと。さあ始めるぞ。1年生は球技大会の競技決めらしいよ。え、何やってんの。恐るべし、何があったんだろう。へへへへ、さすがにサッカーは負けないぞ。みんな準備はいいか。ああ大丈夫だ。大地くんがイケメンだからって。そうだそうだ、俺たちだってゆいちゃんたちが可愛いからって手加減はしないよ。へへへ、可愛いって。ゆいちゃん、その言葉に惑わされないで。覚悟してな。竹を発するぞ。いつを。おりゃこれは。なんてことだ。私を舐めないでね。私サッカー10年やってるから。わかった、俺たちの負けだ。ちょっと待て、ちょっと待て。ああ宮波、やっぱり許せない。なんだって。嘘泣きしてんじゃねえよ。
は？意味わかんねえし、何言ってんの。うざいんですけど。あ、お前にだけは言われたくねえよ。バカ、バーカ。ふざけんなよ。目ん玉くり抜いてやろうか。え、嘘泣き？まさか、さっきの？こいつ今さら気づいたのかよ。そうだそうだ、宮波。嘘泣きなんて卑怯だぞ。俺ら騙されたのか。そもそも宮波が携帯触るからでしょ。そうよ、ざけんじゃないわよ。ああ、宮波には呆れるよ。ちょっと頭大丈夫？病院予約しようか。喧嘩売ってんのか、ボルア。上等だ、かかってこい。なんだってやんのか。俺らの勝ちだ。昼飯行こうぜ。よっしゃ。あいつらバカだな。本当は演技なのにね。葵ちゃん演技うまくてくさ。じゃあ次に行こうか。オッケー。おい見ろよ、なんか笑ってねえか。騙されたか。こっちにだって考えがあるぞ。いいか、絶対負けるなよ。負けないぞ。大丈夫だ。あ、マジで男子ムカつく。お、来たぞ来たぞ。ちょっと邪魔なんですけど。俺らを騙した罰だと通すわけにはいかないね、泣き虫みやなみ。あ、てめえなんつった。痛い目に遭いたくなければ通せ。ああ、くだらねえ。白崎、佐久間、七瀬ってマシで、ガキだよな。あ、誰だ今の。池谷、お前も協力してただろ。ふざけんなよ。ち、なんだ、お前。覚悟しろ。ぶっ飛ばすぞ。望むとこだ。上等じゃねえか。決着をつけてやる。あんたたちさ、頭大丈夫？やってることを書きすぎる。最低。嘘なのは、わかってるよ。この美しい学級委員を教室に入れないなんて、国家に関わる問題ざますよ。お前ら何やってる。うるさいぞ。先生、男子たちが教室入れてくれないんです。ち、違います。相島がやれって言ったんですよ。何言ってるんだ佐久間、お前が言ったんだろうが。とにかく昼食食べなさい。それと男子、後で生徒指導のとこ行くように。女子たちも今回はふざけすぎだ。あ、なんだと。こいつもやっちまおうか。先生もぶっ飛ばしますよ。お前らも生徒指導だ。へへへ、またまた大成功。男子って本当単純だよね。おい、てめえらやかましいぞ。口縫い合わしてやろうか。あ、なんだと。部外者は引っ込んでろ。で、笑顔が出てきた。ほらほら、バカ野郎、こっちまで来いや。こりゃ、役立たずめ。あんたら3人、頭大丈夫か。不良頭の2人。ほんと、クラスに1人は口が悪いやついるよね。聞いてんのか、ブルア。げ、ふん、藤原さん。これはですね。げ、藤原も出てきたか。見つかったら、やばい、逃げるよ。え、ちょっと待ってよ。何逃げてんのよバカユイ。おい、何騒いでるんだ。あ、黙れよ。用事なければ声かけんな。カス、お前にだけは言われたくねえよ。浮気するようなやつが何言ってるんだ。あ、浮気なんてしてねえよ。嘘つくなよ。お前らのせいで家庭科潰れたぞ。あ、俺ら関係ないだろ。そうだそうだ、関係ないぞ。一番悪いのは体育で負けた相島だ。この役立たずめ。ほんと、相島くんは弱いね。わらわら。おい、元は七瀬が原因だろ。そうだぞ、七瀬が悪い。いや、相島が女子に負けるのが悪い。池谷くん、やめてよ。僕のイケメンが台無しに。やめろ。ギャー、痛い痛い。相島、俺の友人に何しやがる。おい、役立たず男子、こんな時ぐらいあいつら始末しろ。ゆうなと緑は戻れ。藤原さん、ありがとうございます。こら、お前たち。げ、また来た。池谷、こ
今度は何やってるんだ。怖いよ。は、別に何でもいいだろう。よくないだろ。いつまでこんなことしてるんだ。お前ら昼休みも取らないでこんなところで固まって。増田先生から聞いたけどぶっ飛ばすとか言ったそうだな。職員室帰ってきた途端窓ガラスに向かって机投げ出すから驚いたぞ。とりあえず早く昼食食べろ。昼休みあと10分しかないぞ。まったくどれだけ作り込んでるんだよ。編集する方の身にもなれよ。はあめんどくせえ。ふ、単純なやつらめ。嘘泣きってことにも気づけないのかよ。この例拙者をはめたな。は、池谷には関係ねえだろ。いやー、待て、白崎。ちょっと、待てよ池谷。さくな、この勝負俺の勝ちとでも言いたかったか。お主ら、達者でな。ゴルは何しとんじゃ。あ、なんだよ、話しかけんなカス。お前らこそ、あいつらクソ弱いじゃねえか。天下はこの俺がもらう。いいか、俺は必ずお前らボコしてやる。二人まとめて倒してやるよ。かかってきな。まあ、勝つのはこの俺だけどな。てめえ、藤原様に向かってなんてこと、ただで済むと思うなよ。おら、おら、ゴルア、おら、ゴルア、おら、生意気じゃねえか、てめえ。さあ、そろそろ戻ろう。なんだあれ、粗大ゴミじゃないか。ああ、さっきの喧嘩か。どうしよう、邪魔だし目障りなんだけどな。頭がおかしな人ざますね。いや、あんたがな。それな、右に同じく賛成。マジそれなわら。いいちゃん、近づいたら危険だよ。それな、生産ガス並みに危険だよ。防毒マスクが必要ざますね。ち、こいついちいちうるせえな。あはははは、あはははは、お前ら、マジおもろすぎるだろ。あはははは、あはは。こいつら、始末してもらう方法考えよ。こんなところに放置してたら縁起悪い。藤原に頼めばよいんじゃね。そうだね。でもさ、こっちはあいつらと仲悪いじゃん。どうやって頼むの？それはそうと、早く昼ご飯食べたい。昼ご飯の前にあいつらなんとかしたい。なんかさっきと違うくね。別日収録だからね。ガツンと言ってやる。おい、こんなところに突っ立ってねえで。こいつら片付けろ。あんたのクラスのやつが仕掛けた喧嘩だろ。なんとか言えや、ゴルア。てめえ、よくも不法侵入してくれたな。ここは藤原組、藤原愛様の領地。無断で入るなど決して許されない。出ていくなら今のうちにだぞ。あんたなんか一瞬で滅ぼしてやるよ。ぐな、何も言えない。おい、私の可愛い手下に喧嘩売るとは、いい度胸じゃねえか。ああ、なんとか言えや、ゴルア、この野郎。あ、いて。おのれ、何しやがる。いてえじゃねえか。な、それは桜ヤクザ事務所にある刀。なんで、そんなもの持ってるのよ。滅ぼせるものなら、やってみろよ、おら。そんな度胸ねえだろ。ごめん、ひかりちゃん、ちょっと、邪魔。あ、ごめん。え、ちょっと、ゆいちゃん。取り直し聞かないから勘弁して。ちょっと、ゆいちゃん、殴る相手違うでしょ。さすがにやりすぎだろ。おら、おら、やめろ。やあ、おい、藤原。ちょっと、松本先生、1年生の子たち、
喧嘩してるわよ。飯田先生、さっき注意してきたので大丈夫ですよ。殴り合いの喧嘩してる感じだったけど。いやいや、それはさすがにもうないでしょ。それよりあと5分で授業ですよ。だったら来てみなさいよ。自分の目で見た方がいいでしょ。え、ちょっと飯田先生、腕がちぎれます。あんたが私のこと信用しないからでしょ。ほら、見てみなさいよ。え、なんですか？え、なんだこれ。おい、なんで女子まで倒れてるんだ。いてえな、ゴルラ。宮波、お前がやったのか。ダメじゃないか。いや、違うし、ただの仲間割れだし。お前らやばいな。おい、授業始まるぞ。次、数学だろ。やばいな、もう知らない。勝手にしなさい。すみません、遅くなりました。では授業を始めます。って、何これ。え、どうなってんの。先生、私たちは男子たちと二度と授業は受けません。その通りです。気にしないで進めてください。また大胆なことを。家庭科みたいに潰されたくないしな。まあどうせあんたたちは授業を聞いてないし。いいか、では板書することをノートに書いてください。え、ちょっと誰ですか。ちゃんと黒板消しなさいよ。ではそのまま授業を進めます。はい、ではこれを答えてください。どうせ無理だと思うけどね。とっと、あんたバカなの。そのまま書いたら見えないでしょ。本当それな。ざます、マジでありえないわ。ちゃんと消せよ。あの、そのまま書くのは非常識だと思いますよ。あんたね、授業を何だと思ってるの。授業は遊びじゃないんだからね。本当その通りだよ。ちゃんと真面目に授業やれよ。生徒なめんなよ。校長に密告するざますよ。あんたたちこそ授業を何だと思ってるの。もう知りませんからね。このクラスは出来損ないが多いな。野郎ども覚えとけよ。練習立ち会うからな。ちょっと何やってるのよ。また先生怒ったじゃない。ち、またかよ。いや、でも今回は先生が悪いでしょ。そうよ、あのババアが悪いわよ。今回はスタバが悪いんじゃないの。はあ、あんただって結構言ってたでしょ。人のこと言えないじゃないの。本当そういうのいいから。何よ、私が悪いの。う、ひどい。お前また嘘泣きかよ。何考えてるんだよ。そういうのマジでいいから。って、こんなことしてる場合じゃないでしょ。そうよ、話の論点ずれてるわよ。なんかごめんね、今回の件はみんなで何とかしよう。私こそごめんね。チカちゃんは悪くないよ。チカちゃん、ごめんね、言い過ぎたよ。まったく、すぐ台本にないこと言ってるんだから。じゃあ、作戦会議だ。ただいまより佐久間率いる藤原組に対抗する桜学園1年生の戦い圧勝大作戦について話す。絶対勝つぞ。おう。それでは、ただいまより佐久間組と藤原組に対抗して圧勝するための作戦を行う。勝者は夏季期間中のクーラー使用許可となる。さてどうしようかな。藤原組は怖いしな。何か良い考えの人はいないか。そもそも藤原組は相手になりません。言い返しすらできないのに無理だよ。ああ、さっき喧嘩しなければな。なんとかならないかな。なんか変な方向に話し進んでる。台本と全然違うし。では行くぞ。失礼のないようにな。待って、待って。
藤原組であります。藤原組がなぜうちに。松尾さん、先ほどは廊下にて突然殴り合うような喧嘩をしてしまい申し訳ございませんでした。え、そっちが悪者。突然のお願いではありますが、私どもと同盟を組んでいただきたく足を運んだ次第であります。どうか江川を一緒に倒しましょう。本当にビビったよ。台本にないことだからね。どうかお願いできませんか。いいよ、ぜひぜひ。本当ですか、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。作戦大成功。本当に大丈夫かな。藤原のやつ裏切るかも。では失礼いたしますにございますです。いや心強いね。これは確実に江川と佐久間の負けだね。どうせなら巻き込んでやろう。お待ちください。あの藤原組が同盟を申し込むなんておかしいです。何か裏があるに違いありません。おそらくこっちの同盟は嘘で江川の味方につくのではないでしょうか。私もそう思います。確かにあの藤原だもんな。このままでは我々の負けです。私いい考えがございます。それだとかなりのリスクが。よし、わかった。ふみえちゃんの意見も入れつつこうしよう。わかりました。みんなよく聞いてくれ。松尾藤原組が同盟を組んだとのこと。松尾藤原組と対決することになる。そこで我らも江川組と同盟を組み奴らに立ち向かう。このあと江川くんたちがここに来る。おそらくさっきのことで謝りに来るだろう。みんな何も言い返さないように。江川組と同盟か。え、江川ってあの江川。我々に喧嘩を売り上がった奴らだ。佐久間くん冗談だろ。こちらから同盟を申し込むのですか。そうだ、とにかくお前らはおとなしく聞いてろ。失礼いたしますにございますです。ああ入ってくれ。この度はこちらの領地へ入ったわけではないのにもかかわらず手を出してしまい誠に申し訳ございませんでした。今回の無礼どうかお許しよう。ああそのことはもうよい。こちらも向きになって悪かった。お願いがあるんだ。俺たちと同盟を組んでほしい。藤原松尾組を倒すためだ。同盟。ああぜひお願いしたい。ということは我々は勝てるのか。ぜひお願いいたすことをお願いしますです。お前日本語おかしいんだよバーカ。よろしくお願いします。松尾今日こそ俺たちが勝つ。は、何言ってんだ貴様。潰すぞ。うるさい、ペチャパイ。ペチャパイ軍団が生意気言ってんじゃねえ。絶対に倒してみせる。女が男に勝つわけないだろ。本気で藤原がお前についてると思うか。そうだそうだ。悔しいなら倒してみせ。ふざけんなクソ野郎。てめえの息子引きちぎんぞゴルア。引きちぎんぞゴルア。跡形もなくしてやる。ペチャパイって言ったけどな、かなりでけえよ。そうだそうだ、佐久市民への女子キャラはでかいぞ。とにかくここで決着をつける。お前たちにクーラーを使わせない。よし準備して。本当にあの作戦で。大丈夫だ、本当の戦いはこれが終わった後。みんな練習通りで頼むぞ。30秒以内に決着をつける。よいか、必ず倒すんだ。宮並あの作戦で頼むぞ。もっと広がらないとダメだろ。真ん中に攻めるとするか。負ける気がしないよ。あいつら何持ってんだよ。え、ちょ待って、今から戦うの。心の準備できてないんだけど。分かったよ、エアポッツあげるから嵐でも聞いときな。おいゴルア、包丁ごときで勝てると思ってんのか。ぐぬっ、か、勝てるに決まってんだろ。そうだそうだ、勝てるぞ。勝てるに決まってんだろ。ペチャパイをさらにペチャンコするぞ。うん、上等じゃねえか。勝つのは我ら藤原組だ。松尾め、今に見てろ。や、やっぱり裏切るつもりだ。よし、みんな行くぞ。クーラーの使用権利はこっちのもんだ。一人残らずやっちまうぞ。これでも食らえ。おい危ないだろ、やめろよ。
おい、危ないだろ、やめろよ。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 あ、そうだった。武者ありにチェック入れるの忘れてた。こうなったら仕方ない。何するんだ、ゴルア。こっちのセリフや。ちょっと、やめてよ。女の子に何するの。どこにも女の子なんていねえよ。あ、なんだとゴラ、玉さらせやコラー。元はといえば七瀬が携帯触ったからでしょ。だからといって殴ることないだろ。食いしん坊チカチカ、お前なんか倒してやるよ。あ、何ですって、絶対負けないから。ちょっとあなた味方ではありませんか。何言ってんだよ、毒キノコ、裏切りだよ。何ですって。葵ちゃんに手を出したら許さないから。ほらほら、いてえ、そこはやめろ。あ、ごめんなさい。貴様、俺の息子に。おい、お前の目、設定忘れられてるぞ。いやなみ、お前どこ向いてんだよ。本当のバカだね。ゆいちゃん、危ない。いや、怖いよ。ゆうじくん、助けて。怖いよ、わあ。そんなこと言って、本当にぶつついてんのかよ。あはははは、お前、弱いね。好きあり。なんて、言わせないよ。藤原、あ、葵ちゃん、ありがとう。ここまでは予定通りだ。あ、そうだね。次に行こう。これでお前らの負けだ。何だとこの野郎、ゴルア。ゆい、後ろ、危ない。藤原はお前らの味方じゃないんだよ、バーカ。はははは、は、何て弱いふりをしたらこっちのもんだ。これは想定外だ。勝てないかもしれない。バカな男め、これも作戦だぜ。はははははは、松尾がやられた。いや、俺の相手もくそ弱かったぜ。松尾、お前が宮並に俺と付き合ってることばらした罰だ。うちだけ達者だもんな、みんなチョロすぎや。ぶへへへ、佐久間のやろう、勘違いおつ。こんな奴らに負けてたまるか。宮並、てめえ、ふざけんなよ。それからお前ら、後で屋上集合だ。は？なんでだよ。屋上に呼び出すなんて何の用よ。ざけんじゃないわよ。マジそれな。あんたみたいに暇じゃねえんだよ。マジそれな。マジそれなーに騙すで騙す。マジ、しょい。あ、てめえらが男子をボコボコにしないからだろうが、私の言うこと聞けないなんて用なしだ。この私が始末してやる。あなた、私のこと毒キノコって呼んでるわね。そうよ、ひどい。ありえない、キモ。本当最低だわ。何を言う、宮並。お前も毒キノコ、紫頭って学級委員長略奪、偽善セレブ女とかツイッターの裏垢でつぶやいてただろ。うっ、ひどい。あんたとはもう絶交よ。上等だよ。セリフなんだっけ。あ、そうだ、松尾組はこれにて敗北だ。つまり解散だ。え、ちょっと何。こうなれ。お疲れ様。やだ、ちょ、待て。マジゴル、いや、いやー、この野郎。嘘だろ、何してんの。ヒデベジ、これで良いのよ。ゆいちゃん、早く戻ってきてね。さあ、帰ろ帰ろ。こっちの作戦勝ちね。まさか裏切られるだなんて思ってもないだろうからね。本当ださい。仲間割れもこっちの想定よ。いや、頭のレベルが違うんだな。はあ、いくら演出とはいえかなりやりにくかった。はい、カット。はい、これまでの動画は全て演技です。葵ちゃん、大丈夫。ちょっと、話してたのと違うじゃない。刀使うなんて卑怯でしょ。何様すか。
ちょっと靴をどけてくださる？カットかかったよ。マジ、やばいな。これで奴らに見せつけができたね。大成功だね。まあ、なりとかね。藤原のやつ、やっぱりうなぎったんだね。それより、ツイッターの裏垢の件はマジなんだけど、やばいな。ところで、宮奈美さん、学級委員長略奪、偽善セレブ女とはどういうことざますか？ね、それはもちろん 100% 嘘だよ。なんだ、そうざますよね。私はセレブじゃなくて超大金持ちの超セレブな美少女なのざますから。そういうとこが偽善セレブなんだよ。あら、ちょっと待て、あいつらにこっちの作戦バレてんじゃん。嘘だろ。仕方ない、やっちまうか。こっちの作戦バレてんじゃん、仕方ない、やっちまうか。オッケー。マジで知能低いな。葵ちゃんお手柄だったね。あんたは何も考えてないだけだろ。さて、奴らのところに行くぞ。おい、ゴルア、なんであんたが仕切るんだよ。リーダーは何があってもこのユイ様だ。は？なんだバカだな。マジで笑えるわら。もう撮影終わったんじゃないの？終わってねえよ。終わったっていう設定だよ。殴り合ってからここまでの撮影に7ヶ月かかってるのくさ。藤原、オンドレ、裏切りやがって、どつくぞゴルア。どつくぞゴルア。誰が同盟なんて組むものか。騙される方が悪いのさ。悪いが、こっちは佐久間出川組と再同盟結んだから、いつでもかかってきな。負けるのはお前らだけどな。あんたにクーラーは使わせない。ぐぬぬぬ、裏切りは予測できたのに悔しい。みんな、奴のところに行くぞ。え？奴のところってまさか。